戦国バサラ、戦国バサラ、戦国バサラはカップコンから発売されているアクションゲーム及びそのシリーズ名。シリーズ類型本数は2017年時点で400万本に達している。テレビアニメ化のみならず、舞台、テレビドラマ、劇場映画など、メディアミックスは多岐にわたる。ロゴタイプは、竹家の家紋、竹に、鈴仙台座を背景に、戦国と、 バサラを二段に分けて書かれたものである。日本の戦国時代を舞台とした、三人称視点 3D の一気当選型、スタイリッシュ英雄アクションゲーム。プロデューサーは、小林博之、キャラクターデザインは、ド・林誠と、デビルメイクライと同じスタッフが制作に参加している。各種舞台、人物設定などは、伊達ま宗が英語を操り六振りの刀で戦う。 本田忠勝がロボットのような武将になっている。史実では最年長の毛利元成が青年として描写されるなど、実際の歴史にはまるでとらわれない大胆かつ、高等無形なアレンジが施されている。主人公である、伊達マ・宗と、真田幸村は同社のゲームである、ストリートファイターシリーズにおける、竜と剣のようなポジションにあるという。カプコンのアクションゲームは、 難易度の高い作品が多いが、本シリーズは、豪快感をテーマに、初心者でも遊びやすいように控えめな難易度に調べ、されている。本シリーズのヒットにより、伊達政宗や真田幸村、長宗壁ちょう毛利べもといった、戦国武将が若い女性の間で、ブームになり、グッズを購入したり、ゆかりの地を訪れる、女性観光客が増えている報道された。 2009年の宮城県知事選では、広報用ポスターに、本シリーズに登場する、伊達政サムネ使用された。テレビアニメ化もされ、第1期が2009年4月期に、主な TBS 系列局で放送、第2期が2010年7月期から TBS 系列全国ネットで放送された。さらに2011年6月には、ストーリー上の完結編が、アニメ映画化された。 主題歌は、ゲーム、PS2 版、2を除く、アニメともに、一貫して T、M レボリューション、西川隆則、または西川がボーカルを務めるアビングドンボーイズ、スクールが担当している。キャッチコピーは、戦場ごとぶった切れ。キャッチコピーは、咲いて、暴れて、戦国乱世。2に、追加要素や変更が加えられた作品。キャッチコピーは、 英雄の数だけ、戦国はある、明かされなかった英雄たちの物語。Wii 版2と英雄外伝のセット。Wii 初のディスク2枚組ソフトである。キャッチコピーは、果たし合え、燃え尽きるまで。キャッチコピーは、切れぬ、絆。切り合う、運命。により約4年ぶりとなる正式ナンバリングタイトル。キャッチコピーは、乱れ前、宿命の決戦へ。 こんな関ヶ原見たことねえ。キャッチコピーは、熱気英雄たちの戦記が今、蘇る。3、に、様々な新規追加要素や変更が加えられた作品。キャッチコピーは、戦国英雄、ヒーロー暴れ先。1、二英雄外伝を、HD リマスター化して一本に収録したもの。キャッチコピーは、戦国創生。 4に新規追加要素が加えられた作品。キャッチコピーは、暴れ回れ。歴史を裏切れ。4の、ストーリーすべてに加え、全部章にドラマルートが用意され、伊達正宗、真田幸村、徳川家康、石田三成、長宗壁元地下、毛利元成に新たに、アニメルートが用意された。また、前述の合戦ルーレットが一部合戦を除いて、発生するようになった。 真田幸村の生涯を軸に、幸村の幼少期からのストーリーが描かれる。キャッチコピーは、赤く燃えた、日の本一の生涯、ドラマ、時代が求めた真のもののフの物語。2016年8月25日発売、中国語訳版である、デビル・キングス、サムライ・ヒーローズとは異なり登場人物の声は、日本語のままである。ゲーム中には、熱唱日は、 熱唱こと、熱潮鼓、自演の鼓、応援の竹笛、伴奏蓄音機というアイテムが存在する。これらのアイテムを装備すると、戦闘中の BGM が変化する。アイテムと楽曲の関係は、下表の通り。2009年4月1日より中部日本放送、毎日放送との共同制作で、この2曲及び TBS テレビほか一部、 tbs 系列局にて放送された。全13話。アニメ化の企画は、MBS のアニメ担当プロデューサーである、丸山博が、各アニメ制作会社に話を持ちかけたところ、プロダクション IG が多大な関心を示して、早速判決元のカップコンに打診を取ったとのとである。初の CBC と MBS の共同制作シニア、アニメ。 MBS アニメの特徴である提供バックの配信により、提供クレジットは A パート冒頭にて画面右下部に表示、創出は各曲別。ストーリーは主に1における織田軍との戦いで構成されているが、2、英雄外伝からの新規キャラクターも多く登場している。第12話放送終了時には、2010年第2期出陣のメッセージとともに、 第2期の制作決定が告知された。第2期放送に先駆け、第1期の総集編、戦国、バサラエンエディション、戦国バサラパーリーエディションが一部地域、主に第1期未放送地域で2週にわたって放送されている、一部地域で2週分続けて放送。上野巻が、第1期第1話から第6話、 下の巻が第7話から第12話と OVA で公開された第13話に相当。同枠内では第2期の PV も公開されている。第2期 DVD 第1巻の特典映像として収録。2010年4月11日に同年7月より MBS 制作日語枠にて全国放送されることが鋼の錬金術師。 フルメトルアルカミスト放送終了直後の番宣で告知され、アニメ公式サイトでも発表された。全13話。当初は7月4日、放送開始の予定で公式サイトや当初放送された予告編でも告知されていたが、鋼 FA の総話数が1話追加されたために1週延期され、7月11日から放送開始となった。日曜夕方5時枠では、 初の提供バックがある。なお、2の制作に CBC は関与しておらず、MBS も制作委員会には参加せずに単独でクレジットされた。この作品からアナログ放送では、レターボックスでの放送となったことで、在版局制作前日帯アニメは、レターボックス放送へ移行した。これにより、すべてのアナログ放送では、レターボックス化となった。 ストーリーは2における豊臣軍との戦いで構成されており、アニメ第1期には登場しなかったキャラクターも登場。終盤ではサプライズ的な演出として3の要素も含まれた。視聴率は第1話で5.3%を記録。数字はビデオリサーチ調べ関東地方でのデータ。最終話後に劇場版の制作が発表された。 劇場版公開に先駆け、第2期の総集編、戦国バサラ2円エ,エディション、戦国バサラスーパーリーエディションが MBS、東京 MX にて放送された。戦国バサラジャッジエンド、戦国バサラジャッジエンドのタイトルで、2014年7月より9月まで、日本テレビ他にて放送された。本作から、制作体制が一新されている。 ストーリーは3における関ヶ原の戦いで構成している。第1期、第2期、劇場版アニメとのストーリー上でのつながりはない。学園バサラ、学園バサラは、もし戦国バサラの登場人物たちが現代に存在するバサラ学園の生徒、教師であったならという設定で作られた作品。戦国バサラと直接つながる作品ではないが、 各キャラクターの性格や他キャラとの関係性などは、概ね原点に準拠している。もともとはカプコンが直接出版していた、コミックアンソロジー、学園、バーラが、書出で同アンソロジーを元として制作される。アンソロジーと、学年やクラスが異なるキャラクターが多い。声優もゲーム版とほぼ共通だが、徳川家康役は、 大川徹の病気療養に伴い増田ダ樹シが代役を務める。なお、浅井長政役の辻谷孝二が放送期間中の2018年10月17日に死去したため、本作が生前でシリーズ最後の出演となった。音響監督の岩波は自身のツイッターにて辻谷の出演部分は最終話まで収録済みであることを明かしている。いつきはゲーム。 クロニクルヒーローズ以来7年ぶりに音声付け作品に登場し、戦国バサラモバイルでも同役を担当した沢木美由紀が声を務める。オープニング主題歌もシリーズ過去作品と同様に西川隆則が担当するが、ソロ名義での担当は初となるフィアロースイング・イン・ラス・ラスベガスとのコラボ楽曲。また TV アニメ版は再び TBS 系列での 放送となるが、今回は TBS が主導となり、2018年10月より12月まで放送された、戦国バサラ第1.2作を放送した、MBS での放送予定については未定。なお、制作会社、メインスタッフなどは、戦国、バサラとは異なる。出展は公式ホームページを参照。従来の作品とは、設定が異なるため、それを簡易に記載。 各キャスティングの出展は、基本的に公式ホームページを参照。学年、組順に記載。テレビアニメ第2期の最終回後に、劇場版の制作が告知された。2011年6月4日公開。キャッチコピーは、決着、蹴りをつけたい、宿敵、友がいる、最終決戦の地、関ヶ原。ストーリーは、3における、関ヶ原の戦いを、 アニメ第2期の展開を踏まえた上で構成しているため、3とは登場人物の所属陣営が一部異なっている。全国22スクリーンという小規模公開ながら、2011年6月、4、5日の初日2日間で、講習後、240万1、450円、動員3万4872人になり、映画観客動員ランキング、工業通信社調べで、 初登場第9位を記録している。また、女性客を中心に人気が集中し、スクリーンアベレージでは同日公開の人気作を抑え、第1位となる、好成績となっている。2011年12月7日に、初回限定版特典付きの BD 及び本編のみ、収録の BDDVD が発売された。キャストは、舞台版オリジナル、公演及び、 特典映像を収録した DVD が発売されている。また、舞台、戦国バサラサウンドトラックが2009年10月7日に発売されている。公演及び特典映像を収録した DVD が発売されている。初回生産分には公演フォトブックが付属。その他、イベント DVD、戦国バサラ5周年祭、武道館の縁で、 青い公共闘キャスト8名が舞台ダイジェストを披露している。公演を収録した DVD が発売されている。初回限定版には特典映像 DVD と特典フォトブックレットも付属。その他、イベント DVD、戦国バサラ、バサラ祭2011、夏の陣では、3に出演したキャスト6名が映像特典の前夜祭りに出演している。 公演を収録した DVD が発売されている。初回限定版には特典映像 DVD と特典小冊子も付属。公演を収録した DVD が発売されている。初回限定版には特典映像 DVD と特典小冊子も付属。公演を収録した DVD が発売されている。初回限定版には特典映像 DVD と特典小冊子も付属。 戦国バサラキャスト、デビルメイクライキャスト、ゲスト部署、ゲスト部署、2012年11月2日に、宝塚歌劇団花組による公演決定が告知された。2013年3月18日に、制作発表会が行われ、公演内容の概要が発表された。宝塚歌劇とカプコンのゲームコラボレーションシリーズとしては、逆転裁判に続く2作目となる。 公演及び稽古風景、先週楽挨拶などの特典映像を収録した DVD が2013年9月17日に発売された。毎日放送にて2012年7月13日から9月21日まで、BSTBS にて同年9月5日から10月31日まで、それぞれ放送された。 林使しいとと、武田公平のダブル主演で、舞台版に出演した、長澤奈人、と椎名泰造は同じで出演する。また、織田信長役の逆とは、本作が民放の連続ドラマ初レギュラー出演となる。ストーリーは、魔王、織田信長率いる織田軍と、伊達、武田連合軍の戦いを中心に描かれているが、エピソードはほぼ、ドラマオリジナルのものとなっている。 テレビドラマ版の映像をもとに、テレビ未放送の日話を追加し、ドラマ全9話を再編集した、劇場版リミックスバージョン。東京では2012年11月24日より、シデリーブル池袋にて、大阪では2012年12月15日より、テアトル梅田にて公開。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。